母や南長屋春林県は、現在の和歌山県木の川市にあった、江戸時代の医学者、花岡青州の住居県病院、医学校、春林県塾や落水堂とも呼ばれる。また、後に、大阪の中野島にも、文工の合水堂が建設され、青州の弟で、同じく医者の花岡歯科城が運営を任されていた。 主屋奥今主ア客室主ア水事情文化元年、世界初の全身麻酔手術を成功したことで、花岡青州の名声は広まり、全国から多くの患者と入門希望者が次々に集まった。しかし、彼ら入門希望者を迎え入れて育成するためには、それまでの縦壺20坪余りの住居圏診療所では、手狭であったため、青州は縦壺220坪の住居圏病院。 医学校を新たに建設した。これが春林県である。ここから排出された文下生は1033名、大阪、中野島に作られた文工、高水道文下生を含めると2000名を超え、彼らによって花岡流家解術が日本全国に広められた。現在は和歌山県木の川市にある青州の里の中核施設、青春と春林県を紹介する。 博物館施設として公開されている。江戸時代建築の主や、蔵と調査資料に基づいて復元された南長屋や、病室をはじめとする建造物群で構成され、館内では人形や映像で、当時の春林県の様子が再現されている。ありがとうございます。